風が出てきた。父よ、この戦で乱世が終わると思われる。おえる、速やかに戦の世に幕を下ろす。それが覇道を選んだ者の務め。それを介せず逃げ抗う者たち、天下は過ぎた夢か。殿、各船の確認終了しました。このまま進発の命あるまで待機します。うん。祖祖様、この風ずっと吹くだか。うん。どうかしたのか、巨人。なんでもねえ。けど、なんだか気になるだよ。鋭いね、キャチョコ。そう、この風はいずれ私たちの牙を。どういうことだ。この季節、川風はわずかに時だけ風向きを変えるそうです。東南の風、つまり向こうの船団からこちら側へ吹く風。うん。風向きが変わったらどうなるというのか。奴らが火矢でも打ち込んでくる。まさにその通り。敵は火を用いる。風が変わるその時を待っているでしょう。まさか。そのまさかを考えるのが軍師の仕事ですから。大丈夫ですよ。敵の策、必ずや覆してみせます。